綺麗。センスゴルフグリップ、重りが3種類あって、利き手のここら辺に重りをセットします。はい、フェイス面が向いてるところが分かりやすい。このグリップだけでこのパターの重心とかね、感覚を変えられる、すごいおすすめ。センスグリップス .jp 皆さんチェックしてみてください。はい、はい、萌ちゃん、はい、ちょっと雨が降ってきて寒いです今日はそうですよね、寒いですね、はい、まあ、てことで、はい、やっていきたいと思うんですけど、まあ、今回は、まあ、ダフリ、はい、トップの原因っていうの、まあ、しない方法、はい、しづらい方法っていうのを教えてもらいたいと思いまして、はい、でダフリとトップってそもそも同じですか、原因って。主に、ね、まあ、同じことが多いっていう感じです。あ、大きく分けて、大きく分けると、ね、とりあえず、そう、うん、大丈夫。その原因は、あの、基本的にこのスイング軸っていうものが上げてった時、まあ、真っ直ぐでも降りてくる時にバターンってこう右に倒れちゃう人、うん、がダフリトップだ。軽く倒れちゃう人はダフリになるし、もっと倒れちゃうと手元が浮いちゃうんで、その分トップしたりとかってなりやすい、うんうん、で軸が右に倒れることによって右に体重が残る、だこれがダフリとかトップになる原因の一つって感じ、うんうんうん、で右に体重が残らないようにするっていう練習をしてあげると、わりかし治ってきやすいっていう感じ。あ、なるほど。ちょっとそのダフリやすい方の体重移動みたいので、ちょっと打ってもらって、ミスをするってことですね。そうです。こう打って、ああ完全にダフったね。そう。こういう人多くないですか。でも、あの、打ち終わった後右のかかとが全く上がらないっていう人結構いません？ああなるほど。でボールもすごい上がっちゃうし、ああその右のかかと上がんないって確かに結構いますよ。ダフってる時にそうかもね。こうなっちゃう人結構いると思うんですよね。だから足と足がくっつかない、そのそうか、打っていくときに、ね、打ちましたって言って、ここの間が空きっぱなしの人、そっか、左側に体重がいってないから、いかないから、それ分かりやすいですね。だから右に体重が残ると右膝前に行くじゃないですか。だからここが空いちゃう。だからそれをくっつけるようにしてってあげると、自然とかかとも上がるし、体重も左に乗って。なるほど。だからあれだ、あのアイアンショットの時ってそんなにフルショットしないじゃないですか。はい、ハーフショットだから体重移動がちょっと、フルショットだったらかかと上がるじゃないですか、ビシッていくじゃないですか。ハーフショットだとその中途半端になっちゃって、それでなんだろう、そう、踏んなくていいんだって意識で気づいたら体重移動をしてないかもしてないかも。そのあれの時にあのダフっちゃったりとかする。ああそう、ダフリトップ、そう、あの体重移動しなくて触れちゃうじゃないですか、ハーフショット、うん、確かに。だからそうね、ハーフショットとかだと振り幅も小さいんであんまりかかと上がんないよねって人多いんですけど、ただハーフショットでもフルショットでも膝と膝くっつく、ももとももって言うんですか、ももとももはくっつくんですよ。ハーフショットでもここはくっつく。あ、ちょっとこのこっち側でちょっとやってみる、うん、ハーフショットでもかかと自体はそんな上がってないけど、ここはくっつきますよ、うん、その形がいいってことですね。そうこっちにも右の方がいいのかな。ポーンって振った時にここピッチピチッて、確かに、あーこうなっちゃう人が、わかる、うん、まあ大体なんか、まあ、ちょっとミスショットしちゃった時ってちょっとそういう絵ですねすごいなんかそうか、もうそうか、ね、下半身見ればあー体重移動遅れちゃったんだから、ちょっと止まっちゃったかっていうのが、そうなるほどねすごいボール上がっちゃうんですとかっていう人も、わりかしかかと上がってないことが、かかと上がるとか、もうここが離れちゃってる人が多いです。それも見て明らかだから分かりやすいですね。なんかピタッとすごい分かりやすいそれだけだからフィニッシュでこう確認してあげて、ここがこうやって離れてないかっていうのを確認してあげるだけでも随分変わってくるかなと思います。あなるほど。アプローチとかもそうですよ。変な話、ちょっと話変わっちゃいますけど、あ、全然アプローチも足の幅狭いかもしれないけど、そんなにかかとは上がらないけど、ここはくっつくんです。あ小さくても
こうなってる人いません、ね、こうやってこうやってなってる人なる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 、みゆちゃん僕そう僕もなる、そう山ちゃんもなるけど、そうなんだよね、もうなんかそう振らなくていいから自然体重移動もうなくなっちゃうんだよ、そうだ、これが軸の傾きにつながるんですよ、あそうっすね、そうっすね、そのまで回るとなるとかかと上げなくてもここはくっつけてくっつけるイメージ、寄せるイメージ、右の足を、そうそうすると軸傾かなくなってくる、もっと自然とそこにプラスアルファ体重移動もできてくるっていう感じ、寄せるようにしてあげると体重移動もできれば腰も自然と回ってくるんで、回そうとしなくてもっていう、いろんなことがこう付随して良くなってくるっていう感じで、1個目安として 足の、右のももを左のももにくっつけるっていう練習をしてあげるといいかなと思います、うんうんうん、シャンクも似た感じ、似てる、あやっぱそうなんだ、そうですそうですそうです、まあ一番多いのはだからヒールシャンクが多いので、うん、そういう人はやっぱり右に体重が残って手元が離れていっちゃってシャンクしちゃってるっていう場合が多い、うん、そうやっぱそうだよね、シャンクしちゃったって時のなんかこうよく考えた下半身がやっぱなんかそんな感じだもんねそうそうそう、シャンクするとみんなこうなってる、そうこういう人これダメになる、毎回すごいですけどね、アプローチとか特に、そう下半身止まっちゃう、そう体重移動しすぎても良くないじゃん、多分確かに、そうただ止まっちゃうんだろう、常にこうやってやる人いますけどね、うんそれだとちょっと変じゃないですか、だからももとももくっつければそれでいい、自然な流れってことだ、そう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 っていう感じなるほどそこを気をつけてもらいたいなっていう感じですね、それを気をつけてショットを打ってあげれば OK、あっていう感じですね、はい、じゃあちょっとビフォーとアフターパンパンって言って終わりにしましょうビフォー、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 あ、きれいに当たっちゃった、きれいに当たっちゃった、どっからでも当てれちゃいます当たっちゃったとか言っちゃいけないんだけど、うん確かにくっついてないですね、そう正面から見たらなんか、うん、っていう感じ、ありがとうございます、はい、ありがとうございますございます、じゃあちょっとなんだこれは、まあダフリーとかとかちょっといろんなところに派生しましたが、うん、まあフィニッシュのあれだよね、形をちょっと見てみるのが一番いいのかもしれないですよね、そうですね、はい、なんか撮ってもらって、はい、ありがとうございました、ありがとうございました、森水菜です、動画ご視聴ありがとうございました、ゴルフのお悩みや、まあ、こんなレッスン、ゴルフレッスン動画が見たいなどありましたらぜひコメント欄までお願いします、いいねやチャンネル登録もぜひよろしくお願いします。バイバーイ